はい。みんな昨日は歌唱力の予選の放送見てくれましたか？見てくれましたかね。リオはねしっかりとリアタイしておりました。リオつのと感動した、嬉しい。リアタイした、嬉しい。はい、昨日が1日目の予選の放送で今日が2日目なんですけど、なんと1日目2位になりました。そう、2位になりました。イエーイ。あ、世間さんありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。はい、2位という素敵な順位をいただきました。1日目すごく嬉しかったです。しかも審査員の今井雅樹さんとか佐藤雄大さんも褒めていただいて、あと X でも黒沢さんが褒めてくださっててめっちゃ嬉しかったです。そう、それの返信もさっき X であげたのと、あとこの後見てねみたいなやつもさっき X あげたので X 確認お願いします。あ、あとインスタのストーリーも載せたのでインスタのストーリーも見てください。はい、イエーイ。そう、去年のその前回の第5回の時も予選1日目2位だったんですよ。そう、池ちゃんさんが1位で2位がリオだったんですけど、今回も2位という素晴らしい順位をいただいて嬉しかった。感動した、嬉しい。涙、嬉しい。リオツの見忘れた、どういうこと、見て。絶対見て。そうなんですよ、もう決勝戦の日予定開けとく。まだね、最終結果は今日なので。はい、どうでしたか、皆さんリオの歌どうだったでしょうか。宇多田ヒカルさんのフレイバーオブライフを歌いました。ちょっと待ってね。ゲイ、ギフトありがとう。低音すごかった？そう、なんかいろいろね言いたいことはいっぱいあるんですけど、鳥肌だった、嬉しい。より一層めっちゃ好きになった、あ、嬉しい。隙間し決勝の日どうやって会社休むかが当面の課題です。ウケる。リオツが一番だった？本当？ハローありがとう。そうなんですよ、フレーバーオブライフ、そもそも宇多田ヒカルさんの曲ってすごい難しいし、特にフレーバーオブライフとかもすごい高低差、その高いとこも低いとこもあって音域がすごいんですよ。めっちゃ難しい曲なんですけど、でも今回その課題曲の中から選ばないといけないので、いろいろ悩んだ結果
フレーバーオブライフにしました。ギフトありがとう。しびれました？本当？嬉しい。あのハッシュタグ見てたんですけど、リアタイで見てたんですけど、あのすごい褒めてくださる方が多くて嬉しかったです。そう、本当に難しい曲だったんですけど、でもやっぱりその今回出場するのが2回目だったから、その前回のいい日旅立ちよりも成長を見せたいなっていう思いもあったし、うん、見せれていたでしょうか。最初ファーストラブかと思った。似とるよね。フレーバーブライフ、ファーストラブ、 F から始まる。ギフトありがとう。感動した？嬉しい。ニーだ、ニーの子だ。ニーの子です。そう。本当？でもその課題曲の中から選んだんですけど、うん。まあ悩んで。今回フレーバーブライフに挑戦したんですけど、でもやっぱりその挑戦って言っても、あのやっぱリオの強みを見せなきゃいけないなと思って、自分の中でそうリオの強みを絶対どこかでは見せれる曲にしたいなと思って、でその低音が響き鳴らせる曲、その低音が低音の強みを生かせる曲っていうのがそもそも課題曲にはほぼなくて、ほぼないんですけど、でもいろいろ悩んだ結果、決めました。走るく見た？ね。真中さんも一緒の曲だから楽しみですね。ドキドキです。ギフトありがとう。うますぎて泣いた。嬉しい、そう言ってくれて。うん、嬉しいよ。そう。なんかさ、話したいこといっぱいあるけど、何から話したいかなんか分かんなくなってきた。分かんなくなってきましたね。でもね、本当にめっちゃドキドキで見てたんですよ。あの家族みんなで見てたんですけど、本当に緊張してって感じでずっと願いながらこうやって見てて、みんなで、で結構名前呼ばれなかったから、と思って、そう、まあ2位で呼ばれたんですけど、そう本当にもう震えながら見てました。よかったです。
そう、本当に緊張しながら見てましたね、本当に怖かった。そう、もちろんね、全部見ました、最初から最後まで。そう、豊永さんがね1位になったんですけど、予選1日目、もう表現力がすごくて、もういや豊永さんの歌大好きなんですよ本当に好きです歌い方も好きだし、声量もすごい。豊永さんの前回の第5回の決勝の時の1曲目に歌った「アルデバラン」っていう曲をその豊永さんが歌ってらっしゃったんですけど、それがもう段違いにもうすごくて大好きです。選曲の段階で何が候補に残ったの？他、それは言えませんそれは秘密です、言えません。だって次会ったらさ、それ歌うかもしれないじゃないですか言えないよ。そう、海外グループの方々もすごいお上手で、声が綺麗だった、声が綺麗な方が多くて、しかも日本語がめっちゃ上手でびっくりしました。そんなにすごい、めっちゃ上手でした。挨拶からの表情の切り替えが抜群でした入るからね、リオ曲がかかったら入るんですよ。そう、ふふ、ありがとう。フォローありがとう。なんかさ、目が開かないんだけど目がなんか閉じてくる、眠くないのに目が閉じてくる。インスタしてる？してます、してます、インスタしてるよ。多分ね、リオのねプロフィールのとこから飛べると思います。フォローしてね。リオツの表現力とても響いてよ、スイッチオンになったリオツは最高です、嬉しい。表現力届きました。今日は寝ちゃうの？うん、今日も頑張って起きます今日も頑張って起きますそう、いや今日もねお仕事だったけんさ、朝から
しかも昨日もさ夜遅くまでやったけんあんま寝れてなくてでも今日もさ昨日より長いみたいな聞いてでもリアタイします、頑張って起きます、絶対に起きます。低音から高音の切り替えが素晴らしい、嬉しい。昨日の放送からフォロワー増えた？ショールームの？見てなかった見てみよう。今年の本戦も万全の状態で歌えたらいいね。そうなんですよね、コンディションも整えるのがプロだと思うので頑張ります。初見さんありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りゅうです。フォローしてください。でもね難しいよね審査。そういえばね、ねインスタのねストーリーにも載せたんですけど、サラピさんからお洋服をもらったんです。そう、前の花だれ公演の時にサラピさんから「今度りょうつんに服あげるね」って言われて、そう服あげるねって言われてたんですけど、もらいました、嬉しい。サラピさんの服好きだから超嬉しいです。しかも服だけじゃなくてカチューシャとかそういうのも入っててめっちゃ嬉しい、ありがとうございます主権さんありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りゅうです。フォローしてください。りょうつんも可愛いけどマイキューが綺麗だった。えっ、まいちゃんさんなんか異次元に可愛かったですよね。いやびっくりしたもん、かわいいと思ってまいちゃんさんがかわいすぎて惚れました。そうニストありがとう。職場の人に推しメン自慢しといた、推しメンなのありよ、嬉しい。そう、かわいいお洋服ばかり、あの中身はねまだ全部見てないんですけど嬉しい。そう、先輩方からたくさんお下がりをもらえて幸せでございます。幸せです、すいません。まいちゃんさんからいただいたお洋服もねまだ着てないのもあって、着たい早く。ありちゃんさんからもらったお洋服もいっぱいもらったので、わーい、わーい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 って感じです。不運が悪いことをしていますね。かわいい、かわいい。ありがとうと君に
切ない。てかね、プーがね、プーナがあのもう悪いことしてるプーナがね、ね、あの暴れん坊なのと、まだ赤ちゃんだから歯がね痒いんですよ。そう、歯が痒くていろんなものをね噛むんですけど、まだ乳歯だから歯が痒いらしくて、トイレのところを噛むんですよ。そう、ガブ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 噛んで、そうで歯が抜けてたんですよ一本そう、なんか血が出てて歯から、あ、なんか口に血がついとって、えっと思ってゲージを見たら歯が抜けてて一本、かわいい歯が、ここら辺置いとった気がするんだけど、どっか行った。プーナの歯がそう抜けてました。でも乳歯だから全然抜けてもいいんですけど。受験さんありがとうございます。高校1年生15歳のリオツのこと岡村リオです。フォローしてください。こりゃ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 かわいい、かわいいね。あ、そろそろ壇上読もうかな。25分になったら、ま、あと5秒だあと5秒で25分になる。初見さんありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村龍です。フォローしてください。25分だ、壇上読みます。最高だった、ありがとう、嬉しい、もっと褒めてみんなもっと、そう、リオは褒められて伸びるタイプですから、もうなんぼでも褒めてください最高だった、やつが一番分かった。ありがとう。壇上見ます。13位、レオタンさんありがとうございます。12位、ラクラクさんありがとうございます。11位、シャガラピーさんありがとうございます。10位、あ、変わった？また変わっちゃった。13位、レオタンさんありがとうございます。12位、シャガラピーさんありがとうございます。11位ゆきゃきたさんありがとうございます。10位こやまっちさんありがとうございます。9位らくらくさんありがとうございます。8位すずかさんありがとうございます。7位スパイクさんありがとうございます。6位沢本龍二さんありがとうございます。5位柏さんありがとうございます。4位テイクストックさんありがとうございます。3位ゆずきちさんありがとうございます。2位昔からおじんさんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルパン、よしこっこくんさんありがとうございます。褒めるのは任せて、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。あれ、ペンがどっか行った。あ、ここか。2024、もう6月になっちゃう、どうしよう、早いね。
チ、よしかっこくんさん、ありがとうございます。ありがとう、おうおう、ありがとうございます。はい、それでは皆様改めまして、じゃあモノマネいくね。第6回 AKB48 グループ歌唱力ナンバー決定戦の予選、昨日放送1日目に本当にありがとうございます。パチ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 。最終結果発表は今日発表されるので、今日の21時から、この後ね21時からあるので、皆さん一緒にリアタイしましょう。リオもリアタイするので、最終結果発表一緒に見ましょう。見ようね、見ましょう。そしてそして今お話し会の第三再販をがされてるされとるんですけどされとるんですけど、なんとあの6月22日の幕張メッセのリアルお話し会の2時間目と4時間目は完売してたんですけど、追加で12月8の1時間目のサイン会も完売になってました。わー、そうこの間完売してて、そう第2再販の時にもう完売してたんですけど、復活しててまた完売になりました。わー、ありがとうございます。嬉しい、たくさん完売というプレゼントすごく嬉しいです、ありがとうございます。でね、第3再販は6月4までぐらいあるんですけど、あの今回の第3再販で6月22日の幕張メッセが最後の受付になるんです。そう、最後の受付になるのでラストチャンスということで、まだ6月22は3時間目のお話し会がまだね残っているので、ぜひ会いに来てくれると嬉しいです。他の日程もねぜひ会いに来てください。お待ちしてます。ありがとう、完売本当にありがとう、申し込んでくださった方ありがとう、嬉しい。それでは皆様配信ありがとうございました。この後21時から歌唱力予選放送2日目一緒に見ようね。ああとあとあの七並べ、 STOTT の七並べ今 2.5 期のイベントしてて、今22億ぐらいなんですけど、明日のイベントが明日の13時59分までで、今22億で25億になったら USJ が行けるので、そうあと少しなんですよ、あと少しだから、リオもね今日5時起きでめっちゃ頑張ったので、皆さんあと少し一緒に頑張ってくれると嬉しいです。諦めずに一緒に頑張りましょう。大人メンバーもうちょっと頑張ってほしい。アズミンくるくるも頑張ってほしい。そう一緒に頑張ろう、あと少し頑張ろうね。そうノアピもね結構やってるんですけど、リオもやっててそうまあみんなで一緒に頑張りましょう、あと少しなので。あと木曜日リオツンブログ乗るので読んでください、乗ったら乗ったら読んでください。それではバイツーン、ありがとうございました、バイツーン。